皆さんこんばんは。宇宙を研究する科学者たちは地球と同じ大きさで火山に覆われた惑星を発見しました。その惑星は太陽系で最も火山活動が活発な天体である。木星の第一衛星のイオと同じくらいたくさんの火山がある惑星で、しかも頻繁に噴火を起こしている可能性があるんです。今回ご紹介する天体はその火山の系外惑星 LP791-1 はチディをご紹介します。この惑星について調べるために科学者たちは NASA のトランジット系外惑星探査衛星テスト引退したスピッツァー宇宙望遠鏡、それに地上天文台にある大きな望遠鏡からのデータを使ってこの惑星を発見し研究しました。惑星 LP791-1 はチディは春に見られる最大の星座ウミヘビ座の背中に乗る古代ギリシャの杯の形を表したコップ座の方角にあります。私たち地球からはとても遠くて約90光年離れた小さな赤色矮星の周りを回っています。大きさは地球よりわずかに大きくて少し重い惑星だと推定されています。地球半径でいうと 0.989 倍から 1.076 倍の大きさ、質量でいうと地球の 0.5 倍から 1.4 倍の重さを持っています。そして嬉しいことにこの惑星は恒星の周りの特別な領域ハビタブルゾーンの内側の端に位置していて、表面には水があるかもしれないと科学者は考えています。 Wow, that's great! 僕たちの地球と同じだ。でも火山だらけで生命はいないんでしょ？ところがどっこい、それがもしかしたらいるかもしれないの。 Really? その理由をもうちょっと順を追って説明するね。この惑星 D は地球の月のように常に恒星の方を向いている潮汐ロックがかかっています。その影響のため惑星の昼側は非常に高温のままで夜側は非常に低温です。そのため昼側は表面に液体の水が存在するには熱すぎるみたいだけど、反対側は涼しいので水が表面に凝結するほど気温が低下し、そこに水が存在している可能性があるとしています。論文資料によると惑星 D の平衡温度は約27度から約127度ありますので、液体の水が存在してもおかしくないですね。それと研究チームが最も注目していることは気温の他に別なところにあって、惑星の地質学的活動が超活発であれば大気を維持できる可能性があるということです。これらの活火山は生命を支えるほどの大気を作るのに十分な熱を生み出し、常に暗い部分が十分に寒くなるとその大気に含まれる水が水滴となって地表に降り注ぎ凝結させるかもしれません。ここでポイントなのは、大量の大気が存在すれば惑星の磁場がなくても太陽フレアの影響を防ぎ、大気を維持し続けている金星のような惑星になっている可能性があります。なんで金星は磁場がなくても大丈夫なの？それにフレアがなければ心配ないんじゃない？宇宙空間では私たち地球を含む惑星は常に太陽からの太陽風と呼ばれる粒子の速い流れの直撃を受けています。この太陽風が惑星とどのように相互作用するかは、その惑星に強い磁場があるかどうかによって決まります。地球はバッチリ磁場で守られているんだね。そうなの。だけど金星には地球のような太陽風から大気や水を守る強い磁場のシールドはないから、太陽風は金星の大気、特に大気最上層にある電離層に直接影響を与えているのね。だけど金星には太陽から吹いてくる強風を減速させる特別な方法を持っています。それが誘導磁気圏と呼ばれる磁気のバブルのようなものなんです。太陽風が金星に到達すると風速が落ち、磁気シースと呼ばれる特殊な領域を作り出します。太陽風のプラズマはそこにほとんど止まります。この泡のような特別な領域の中は太陽風の圧力が高く非常に高温になります。このことから金星の周辺環境は太陽風を減速させ、思ったほど大気へのエネルギーを与えてはいません。金星大気が太陽風からもらうエネルギーが予想よりも小さいということは、金星の大気は
すぐに逃げないことを意味します。そして2021年8月9日から10日にかけてESAと JAXA の水星探査機レピコロンボが金星スイングバイを実施した時、太陽風があまり強くない時期だったにもかかわらず、太陽風の泡が予想以上に金星の上空にあることが分かりました。これによりバッチリ金星の大気は守られていることが分かったんです。これは研究者たちにとって驚きの結果でした。このことからも惑星 LP791-1 は地 D に大気が十分に存在することは、太陽風を減速させ大気の流出を防いでいる可能性が考えられます。ではなぜ惑星 D の地質活動は活発のままなのでしょうか。それは2019年にすでに発見されていた惑星 C の存在です。惑星 B は地球より約 20% 大きいスーパーアース、惑星 C は地球よりずっと大きく、その半径は約 2.5 倍、質量はほぼ7倍以上も重い、ミニ海王星並みの惑星です。今回発見された惑星 D は2つの大きな惑星の間を交点している惑星でした。さらに惑星 D と惑星 C は互いに非常に近くを通過します。このイメージイラストは惑星 D から見た惑星 C を描いています。この小さな青い星が一番外側を回る最大の惑星 LP791-1 は地 C になります。このように惑星 D と惑星 C が交点中に近づくと、重力による引力が生じ、大きい方の惑星 C が小さい方の惑星 D を引っ張り、惑星 D は恒星の周りを少し楕円型のように伸びた軌道で回るようになります。この楕円軌道上で惑星 D は星の周りを周回するたびにわずかに押しつぶされ変形します。これらの変形は惑星 D の内部で圧迫による摩擦を引き起こし加熱します。そして表面の火山が頻繁に噴火していると考えられているんです。以上のことから惑星 D の大気を調べ研究することは、そこに生命が存在するかどうかを調べるのに最適な場所になるかもしれないということです。この星系の観測は2020年1月に退役する前にスピッツァー宇宙望遠鏡が最後に収集したデータの一つです。このスピッツァーのデータは宇宙を研究する科学者にとって今でも有用で貴重なものとなっています。惑星 C と惑星 D は非常に興味深いため、科学者たちはそのデータを引き継ぎ、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使ってこれらをさらに観測する予定です。スケジュールでは6月17日にニアスペックによる観測がされていました。大気がどうなっていたか結果が楽しみですね。それでは最後に、私たち太陽系にある最大の火山天体、木星の衛星イオの実際の映像を見ながら終わりにしたいと思います。この映像は2023年5月16日、木星周回中の探査機ジュノーが衛星イオを通過した際に撮影された映像です。同じくお隣の衛星エウロパとガニメデはいつもイオを引っ張って圧迫しています。そのためイオの火山がいつも噴火しているんです。イオでは地球の10億分の1ほどのごく薄い大気しかありませんが、系外惑星 LP791-1 は地 D はイオの4倍の大きさがあります。太陽系とは周りの環境も大きく違いますし、濃い大気の存在が確認されるといいですね。それでは今回はこの辺で。Let's meet again next time. Bye bye.